お茶会は宿女の必修科目さ。お茶会における礼儀さ。
すぎるのも悩ましいものだね。まあこんなに好かれているんだから仕方ないか。気晴らしになるな。
さあ。いざ。次はどこに行くんだ？義勇への名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。
流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。さっさと終わらせるぞ。What?
やっとあらわ。ずいぶん待って。
気晴らしになるな。いざ。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。網を引きに行きましょう。
てもいいのよ。お茶会は淑女の必修科目さ。お茶会における礼儀作法を学びたいなら僕が教えてあげよう。有意義な協力関係を聞く。
Yeah.